台。まだ全然ちっちゃいな。ありがとうございます。でかっ。いいです。一番上のお姉ちゃんです。はい、そう、一番上のお姉ちゃんです。マミ。ママ。みんな勢ぞろいですか。配達行くとき困るじゃないですか、雨降っとったら。あ、そうですよね。もう行ったんですか、今日は。そう、あとちょっとだけ。ちゃんがね、そういえば買ったんですよ。すごい。タイの頭400円、カブトニにしたい。天然だ。アラとかが売られてたり。お、すごい、タイの頭だ。すごい、タイの頭400円、カブトニにしたいですね。天然ダイ、鮭が売ってる。あ、分かります。ここはあれなんだ、鮮魚屋さんが結構あるんですね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、なるほどなるほど。あ、こんにちは。へえ、めっちゃあれですね、若い女性ばっかりじゃないですか。そうなんですね。そうなんですよ。いやいや、もう一番お綺麗ですね。一番お綺麗じゃん、俺が。皆さんご家族なんですか。家族です。へえ、すごい。さっきまで生きてるんですか。今、中で泳いでます。おー、でかっ。いいです。一番上のお姉ちゃんです。そう、一番上のお姉ちゃんです。なんかそういう会があるんですけど、あんまりこうもらえんやつな、私あんまり分からんけど、みんなでもらえない。そう、長年やっ、そうそう、じゃあ1万円のウニどうですか。すいません、1万円です。マリちゃんなら大丈夫。これ何を生活するんですか。あ、そう、白子。毎日いっぱい大量に帰ってます。超定番だけど、ウニとか。お、そう、めちゃくちゃいいやつ。これど、あ、北海道の。そう、お、でかっ。これじゃタイの。お、もいます。お、生きてます。お、生きたんですね。そう、ちょっと変な話なんですけど、なんかちっちゃい時とか、こういう魚に名前とかつけたりしてました。なんかつけてましたよ。全然今でもつけますよ。今でも全然つけますよ。この子は何言ってんですか。これはつけんけど、あの養殖のタイでたまにおるんです。そのエビとかを食べるタイがあんまりね、食べないんですけど、餌っていうのをこの中に入れたら。だけど食べるのがおったらつけますね。なんかそれは、おお、これは車エビですか。そう、車エビ。これもあの今から持っていくやつなんですけど、お客さんの。全くも入ってですね。あ、そうです。ねえ。おお、そうだね。そうだね。ちょっと見てみて。逆、あ、これ何？あ、コウダイ。あ、コウダイ。まだ全然ちっちゃいな。もう倍ぐらい全然おったりとかして。ありがとうございます。マジっすか？岩ガキ。今これはね、セルガキ、もうマガキ。そう、マガキになってくるんです。冬のカキで、めっちゃ美味しいですよ。おかいね。そう、大きい。岡山のはね、あのカキもまだ出てこないんで、あともうちょっと待たんと、そう、水温が下がらんと生食で食べれるんじゃないですか。そうなんですよ。これはね、ちょっと違うところの三陸の方になるんですよ。まあそうですよね。あ、そうですね、僕去年買いましたよね。あ、買ってくれた気がする。なんかいろいろなんかネタでね。ああ、
買ってくれましたね。そうなんですよ。なんかね、大体でもどれぐらいでした500、300ぐらいですね。一つそうですね、300円ちょい。でも雨の日ってどうですか、なんかその集客というかそのお客さんの。あ、でも一般の方は少ないかも、やっぱり。そう、一般の方はやっぱ少ないですね。雨の日とか暑い日とか寒い日も少ない。なるほどね。もう明日にしよっかみたいな感じになるんですかね。そうですね。もうとかもわざわざこっちまで来んでもスーパーでええわってやっぱ思うじゃないですか。天気悪いとかは本当に配達行くとき困るじゃないですか、雨降っとったら。あ、そうですよね。うもう行ったんですよ今日は。そう、あとちょっとだけ、あとちょっと行って終わり。はい、ゆうちゃんがね、そういえば自転車使ったんですよ。あ、そう、大丈夫ですか、はい、動画今日結構多いですね、女子率高いっすって。女子率高いです。はいはい、吉原さん見えんよ、女の面をかぶった男かも。何だそれ。今日面白いっすね。今女バージョン初心者なんでごめんなさい。はい、大丈夫ですよ。一言言わんと、これからお魚がますます美味しくなる時期なんでよろしくお願いします。年末にいっぱいご予約そう待ってます。向けてそう忙しくなる時期なんで、これから忘年会とかで飲食店に、だから頑張ります。よろしくお願いします。今日お父さん、おじちゃんはちょっと出てるんですよ。ねえ、ちょっとまた会いたい、伝えといてください。ありがとうございます。はい、ます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。